ある日俺はリーナ先輩の部屋を掃除しに訪れた。花の髪飾り。なあキリト、今日は掃除に来るのが早いな。あ、リーナ先輩、すみません、まだ終わってないんです。構わないよ、私は適当にしておくから続けてくれ。今日は朝に探し物をしていてね、そのせいで散らかしてしまってすまない。探し物ですか？ああ、大事な髪飾りなのだが。髪飾り？あのこれだったりしますか？ああそうだ、キリトが見つけてくれたのか。よかった、見つけてくれてありがとう。大切なものなんですね。ああ、これは西帝国にしか咲かないゼフィリアの花を模して作ったもの。西帝国にしか咲かない？ああ、私の父が昔外交のために西帝国に向かった際に買ってきてくれたのだ。本当は聖花を持って帰りたかったそうだが、花は枯れてしまうのでな。リーナ先輩はゼフィリアが好きなんですね。ああ、一度本物のゼフィリアを見てみたいのだが、容易ではないだろうな。そうか、不朽の壁に仕切られた四帝国は互いに干渉し合うことが少ない。でも本当に西帝国にしか咲かないのか？イメージの力を使えば。それはキリト？なんだかリーナ先輩の意外な一面を見させてもらいました。なんだ、私が花を好きなのはおかしいか？まあ、いえ、よくお似合いだと思います。ならばいい。随分と賑わってるな。うん、今日は不朽の壁を越えて四帝国を旅している商人たちが集まって市場を開いているらしいよ。なるほど、それでこんなに人が集まったってわけか。ん？こっちからいい匂いがするな。行ってみよう。ちょっと、予備の回復薬を買いに来たんじゃないの？さあ、四帝国すべての香辛料がここにあるよ。食卓の彩りにどうだい？香辛料か。おお、その制服は帝立修験学院のお坊ちゃんかい？普段の食事を華やかにする香辛料を試してみないかい？あ、香辛料って言っても僕たち料理をするわけじゃないしね。
香辛料を混ぜたところでさすがに醤油は俺の手じゃ作れないか。醤油？何それ。いや、ぼんやり覚えてる、土地の調味料の名前だよ。百聞は一見にしかずだ。ほら、手に取って試しに匂いを嗅いでごらん。え、はあ。ちょっと、高いもの買わされても知らないよ。ん？この種みたいなのは？おお、これは西帝国にしか育たないゼフィリアって花の種でな。ゼフィリア。一度本物のゼフィリアを見てみたいのだが、容易ではないだろうな。この甘い香り、菓子の風味付けにはぴったりだぜ。次の入荷はまた来年だ。買うなら今のうちだよ。おじさん、この花の種をあれだけ全部くれ。はいよ。ただあんまり数はなくてな、この小袋に入った分だけだ。なあ、いいよ。キリト、お菓子でも作るのかい？育てるんだよ、ゼフィリアは。え？西帝国でしかゼフィリアは咲かないのに？そう信じているだけかもしれないだろ。え？とはいえ、種から花を育てたりしたことなんてないんだよな。栽培係をやってるミューレって子にやり方を聞いてみようよ。もしかしてユージオも協力してくれるのか？まあ、誰かさんはすぐに水やりを忘れちゃいそうだからね。否定はしきれないけど。ありがとう、ユージオ。よし、これで種は植えられたな。種は全部使った？いや、まだ予備があるよ。わかった。でも西帝国でしか咲かないんだろ。本当に北帝国の土で育つかな。育つさ。土にそこまでの差があるとは思えない。だったらあとは気持ちの問題で、絶対に咲くって念じれば。それで咲く？なあ、咲く。ハチミツパイ3つかけてもいいぜ。はあ、キリトが言うと嘘に聞こえないんだよな。
て。はい。こいつか。うん。行こうか。
緒ならきっと勝てる。ご苦労様。ありがとうございます。はい。さあ、始めよう。なあ、ユージオ、貴族について教えてくれないか。分かったよ。僕もそんなにいろいろと知ってるわけじゃないけどね。ありがとう、ユージオ。貴族のことは前よりも分かった気がする。そうかい。また気になったら
いつでも聞いて。やっ、なあ、大丈夫？ごめんな。つまり、もしかして、そういえば、それと、つまり、ちょっと、おい、あのね、ねえ、いいな。おい、なんだ？まったくその通りですな、ライオス殿。
おい。やれやれ。どういうことだ。おい、それは、これはこれは、あまったくその通りですな、ライオス殿。メディナ、大丈夫？なあ、しょうがないか。つまり、よし。だけど、すまん。
おい。うわっ。構わない。違うぞ。な。あのさ。大丈夫か？ムカつく。問題ない。メディナ！でも…ねえ。あれはメディナじゃないか。でもちょっと様子が変だな。メディナ、どうして裸足なんだ？さすが、かのオルティナノスケのご息女は、いでたちからして我らとは違いますな。あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら何をされるか分かったものではない。行こうか。あれはメディナと同じクラスの奴らだな。それも貴族の連中だ。メディナの靴がないのはあいつらの仕業なのか。ダメだ、やっぱり見過ごせない。メディナ。メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。あと、それどころじゃない。メディナ、その、どうして裸足なんだ？さあな。あの生徒たちがやったのか？以前、私に構うなと言ったはずだが。そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ？もしかして盗まれたのか？盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうか。でも盗みが禁止されているなら
どうやって靴を隠したんだ。いや、それ以前になぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺にはさっぱりわからない。お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか自宅に置くかしてから24時間が経てば所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。じゃああいつらはその仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。奴らに言わせれば、そこにあったものを少々移動しただけだということだろう。仕組みは理解したよ。でもどうしてメディナがこんな目に遭っているんだ。それは私が、いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういう意味だ。どういうも何もそのままの意味だ。これは私が生まれる前のことだから、父から聞いた話なのだがな。オルディナノスキはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家への降格を命じた。最高司祭っていうのは氷教会の一番偉い人だろ。その最高司祭の怒りを買ったということか。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。ともかくそういうことがあったのだ。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために、他の貴族たちはオルティナノスケには何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノスケにわざと辺境の貧しい狩猟地を与えて、他の仕事に就くことは許さない。二等爵士とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等爵士どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんなひどい扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルディナノスケの福なものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。そしてオルティナノスケ、父の汚名を注いでみせる。この父の形見の剣と共にな。もう二度と欠陥品などと呼ばせないために。形見、メディナのお父さん亡くなったのか。はあ、私の父はどんなに罵られ恥ずかしめを受けようとも誇りを失わない人だった。私はそんな父に報いたい。オルティナノスケは強く正しく誇りを失わない。それが家訓であり、私が父から受け継ぎし信条だ。
そうか。だからメディナは一人で強くなったり、武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上は放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないが、メディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だ。まあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろう。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。あ、ちょっと待てよ。ちゃったな。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。ああ、もうムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。あいつ何の関係もないのに、なぜオルティナの助である私に関わってくる。面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何より、私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあ、メディナ。どうも、私に何の用ですか。何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。用件は手短にお願いします。なんだその口の聞き方は。将来の夫に対して礼節を欠くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。まあいい。お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。自分よりも劣った者に対しては情けをかけなくてはな。その目は。いえ、私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また信用ならない欠陥品にこの衛兵の任務をお与えになるとも思えん。しかし聖号騎士になれば使えるのは最高司祭様となり、皇帝陛下ではありません。何がおかしいのですか。なぜお前のような欠陥品が首席で学院を卒業し、四帝国統一大会で優勝できると考えている。
冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じように、あの貧しい資料地で一生終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて、少しお前に頼みたいことがあるのだが、聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか、拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だろう。いつも通り従順に振る舞えばいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。分かっているな。はい。ムカつく。そう、お前は私に黙って従っていればいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。いつか必ずお前たちを。父上、私は負けない。必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ、名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来、そして誇りのために。それにしても法学の授業の試験勉強って大変すぎないか。禁忌目録だけで1000を超える禁止事項があるのに、その上帝国基本法まで覚えなくちゃいけないなんてさ。キリトは記憶喪失で禁忌目録の項目を全部覚えていないから余計にしんどいよね。そうなんだよ、笑い事じゃないぜ。それからこの上級法を優先せよって決まりはともかく厄介だよな。うん、もちろん禁忌目録は上で帝国基本法がその次だから分かりやすくはあるんだけど、たまに似たような法律が重なった場合だとかを想定した引っ掛け問題があるからね。法の序列としては禁忌目録、それから帝国基本法、その下に学院則とかの掟があるってわけか。
貴族採決権は五等爵士、六等爵士の貴族、それから私領地民に何でも命じることができるって法だけどさ、貴族採決権は帝国基本法の中にある法律、つまり禁忌目録の方が上級法として優先されるってことだよな。確かにそうなるけど、それがどうかしたの？いやだから、人を罰するにせよ、貴族採決権にも一応限界が設けられてるんだなと思ってさ。それでも恐ろしいよ。修験学院を退学だとか、学院の外周を走り続けろなんて命じられたらどうする？なるほど、上位貴族のやつらはいくらでも法の抜け穴をかいくぐれるってことだよな。今裕次郎が挙げたようなものならばまだ可愛いものだ。きっとやる気になれば貴族はもっと残酷なことをできる。禁忌目録の抜け穴をかいくぐるようなことを。言いがかりだっていくらでもつけられるし、貴族には今後やっぱり注意すべきだな。キリト、ぼーっとしているようだけど、そろそろ勉強に戻った方が良くないかい？まあ悪い、ユージオ。そうだな、また始めるか。今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。お、この食べ物、なるほど、動物用の餌か。そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし、餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない、帰るか。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた！お前は以前メディナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。今は大事な話をしている最中だ。悪いけど、目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちっ、まあいいだろう。だが、お前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えておけ。
大丈夫か、メディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた。頬痛むか？治療が必要なら。触るな。ごめん。本当に大丈夫なのか、メディナ。手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おい、メディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。やあ。リーナ先輩。だが、なるほど。そうだ。それと、よし。ありがとうございます。キリト、だいぶ上達したな。渇水の構えも様になってきた。いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなかなれません。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。毎度お前には驚かされるよ。さらに進化しないといけませんね、リーナ先輩をもっと驚かせるために。少し休憩してからまた再開しようか。検定試験では持久力も要となるからな。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう
半年以上の付き合いになるな、キリト。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あの、リーナ先輩？なんだ？なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか？それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか？ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ硬いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰よりいい勝負をしていた。実はお前をそば好きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。慣習破り？先輩が？ああ、貴族の子女がそば好き連署を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし。そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私はお前の剣のすべてを知りたいと願ったのだ。わかるな？リーナ先輩。話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。今度の検定試験は3回目。お前だけでなく他の修験士たちも力をつけている。油断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けばお前とユージオは昇級試験で上級修験士になれると考えている。はい。数時間後。どうしたの、キリト？ぼーっとして。え？ああ、少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと？もしかして喧嘩でもしちゃったのかい？まあそんなところかな。気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。で、俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。なあ、まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声もメディナらしくなくて心配で。わかった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、それがいいと思うよ。
して食べてくれないの？よう、メディナ。お前、あれ、なんかこいつ今日元気ないな。餌残してるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないが。そうか、獣医なんて転職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た？関わるなと言ったはずだ。え、いや、メディナにちょっと頼みたいことがあって。何？その、そうだ、立ち合い、俺と立ち合いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし、練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから、対策にぴったりなんだ。構わない、付き合ってやる。だが、手加減はなしだぞ。私の剣技に耐えられるか。やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。オルティナノスケってすごいんだな。オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイノルキア流の非奥義を極めてきた。技を最古より自分のものにしているがゆえに熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義天山烈波を発見して自分のものにした。メディナ
すごく早口になってないか。なんだ、気に入らないのか。いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう？私が？ご先祖様のこと喋ってる時すごく楽しそうだった。メディナは本当にご先祖様を誇りに思ってるんだな。ああ。あのさ、メディナ。なんだ？この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら。少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。それでも友達が殴られたりするのを見て黙っておくなんてできなかったんだ。だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ。謝っているのか謝ってないのかさっぱりわからない。そうだな、もう俺もわからないよ。まったく。別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。なあメディナ、聞いていいかな、あいつのこと。あの男は私の婚約者だ。だから機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。一体何をそこまで恐れているんだ。メディナ。だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。私らしくない。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんなやつので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当に馬鹿正直で裏がないんだな。まるで。オルティネノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。
い、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったが、バカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級集権士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして聖号騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。いかに横暴な態度を取られようと、戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。婚約者だって？なぜあんなことをするかって？あの男の家は過去、オルティナノスケの配下を務める一族だった。だが、オルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。今度は俺も本気で行くからさ。さっきは手を抜いていたとでも言うのか？まさか。もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。ああ、分かった。次は組になって上段二段構えからの回避の練習か。では、ユージオ君が先に守りをやってくれるかい？まあ、いいよ。どうしたんだ？先生、オルティナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。なんだと？違います。開始の合図は行いました。いた、てめえが減って。やはり
オルティナノスケの出身というだけあるな。懲罰の対象とみなす。来なさい。教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後。さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。あれは、メディナ？おい、メディナ、どうしたんだよ。お前こそ。あれ、手に何持ってるんだ。別に。ん？水に濡れてボロボロになった本。いや、これはメディナの教科書。文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか。人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわけでもないし、人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ。あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の肩など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。エディナ。次の日。あれ、メディナ、そのパン一つしか取らなかったのか。あとで猫にやるから、もう一つは取っておいている。準備いいな。おい、なんだお前、私の話を本当に聞いていたのか。話って。なぜ私と一緒に食事をしている。お前たちまで無視をされるし、嫌がらせを受けるかもしれないぞ。ろくなことがないって言っても、俺たちもともと貴族のお坊ちゃん方からは避けられてるからな。
そうだね。もともと無視というか、嫌味は言われ慣れてるというか。そう、もともと好かれてないから、そいつらに嫌われても特にダメージ、あ、いや傷は受けないからさ。お前たち早く食べないと次の授業遅れるぞ。急がないとな。あ、メディナ？もうキリトがグイグイ行きすぎるからだよ。そうか、無理強いしたつもりはないんだけど。ちょっとメディナ追っかけてみる。キリト？ぐいぐい行き過ぎだって言ってからまだ5分も経ってないよ。メディナ、逃げることないだろう。一体何が狙いだ？狙いって？普通、欠陥品に人前で声をかけるやつなんていない。いたとしても、必ず裏があると決まっている。裏なんてないよ。俺に裏がないって言ったのはメディナだろ。ならば同情か。同情なんていらない。惨めになるだけだ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。私と友達になって得られるものは何もない。私は欠陥品だ。欠陥品は一人きりでいるのがふさわしい。それが私の存在価値だ。汚名を返上するまでそれは変わることがない。人に虐げられ、泥を舐めさせられるのがオルティナノスケだ。本当にそうなのかな。何？いや、俺はそう思わないってだけだよ。たとえメディナが自分をそう思っていたとしてもな。ムカつく。なんでだよ。お前みたいなおせっかい、一番腹が立つんだ。おせっかいか、そんな気ないんだけどな。というか、なんでついてくる。いや、次の教室も一緒だから。今、クソ、反論できない。一体どうやってこいつを巻くべきかって考えただろう。私の考えを読むな。へえ、当たってたんだな。ほんと、ムカつく。ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。ふむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか。はい、もちろんです。ユージオにも声をかけますね。ごめんキリト。
そうか、なら仕方がないな。課外授業は3人じゃないとダメだし。とはいえ、できたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。メディナ。あれ、でも何してるんだろう。紙みたいなものを剥がして回っている。メディナ、どうしたんだ。今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙。初等練習、髪を落としたようよ。やめ。何何？欠陥品の一族オルティナノスケの王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、オートに住めない貴族なんて聞いたことがない。しかも二等爵士でその扱いなどありえるはずがない。そうよね、オートに住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ。いや、だからって。ここに書いてあるじゃない。オルティナノスケは氷教会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷教会を武に優れた一族として支えてきた第一代目当主はハイヌルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。なぜ皇帝陛下はあなた方を王都の外に追いやったのかしら。それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下から信頼されていないことの証だからね。違う。何が違うんだい。説明してみてくれよ、欠陥品のオルティナノス初等練士。メディナ！まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは、いかにも欠陥品らしい行動だな。確かにそう言えているわね。
私はホルディナノスケの血を継ぐものだ。誇り高く、気高く、強く、正しく。メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前、その髪は。え？ああ、全部ひっぺがしてきたぞ。掲示板の髪を剥がすななんて決まりはないからな。ただ、処分する場所が意外となくて、ここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。え？こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ、俺の得にはならないな。でも、メディナは嫌がってた。そんな髪を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ、教えてくれないか。オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない。何か理由がある。そうだろう。なぜ。これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わず、ただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う。オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルディナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルティナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も
何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。メディナ、大丈夫だ。なぜかいつもこのことを考え始めると右目が痛み始めて。妙だ、急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしてはあまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何かとても嫌な感じがした。これは一体。もう平気だ。そうか、ならいいけど。さっきの話を聞く限り、メディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う？たとえ大切な任務を失敗したとしても、やり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろ？ああ、だからこそ私はその意志を継ぎ、聖号騎士になり、最高司祭様のもとにひざまずいて、今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなお、メディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。長く話しすぎたようだな。それで私にあった用事とは何だ。ああ、そうだ、実はメディナを課外授業に誘おうと思ってさ。遊女が行けなくなったから。断る。なんでだよ。いろいろと忙しい。それに前にも言ったが、お前と必要以上に関わる気はない。何より私と共にあるところをこれ以上見られるべきではないぞ。いや、この課外授業に行けなくなったらリーナ先輩が困ると思うんだよな。それでリーナ先輩が。な、いいだろう、メディナ。私以外に誘う者はいないのか。いないいない。私が行かなければソルティリーナ先輩は困るのか。ああ困る、すっごく困ると思うぞ。わかった、そういうことならば行くとしよう。やった、それじゃあよろしくな。今回だけだぞ。